キング・リンチェ・プリンス・バービー・アイユー・シンデレラ・ガール今年越しのミリオン達成で祝福殺到殺到。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・リンチェのデビュー曲シンデレラ・ガール2018年5月23日発売が15日ミリオンセールスを突破突破。 この海峡にネット上では祝福の声が殺到している。菱形キング、リンチェプリンス、ミリオン達成達成。メンバーの平野紫要出演ドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌にも起用された本作。同日、リリースから5年をかけてミリオンセールスを記録した。これまで同グループはエレブンスシングル、月読み、彩り、2022年11月発売。 ウェルフスシングル、ライフゴーズオンヒ n ア e ヤング2023年2月発売、初のベストアルバム、ミスター o 4月19日発売、と3作連続でミリオンを達成。5周年を前に、グループとしてさらなる記録を積み上げることとなった。岸形キング、リンチェプリンス、ミリオン達成で祝福殺到殺到。 この続く海峡にネット上では祝福の声が殺到し、キンプリミリオンおめでとうというハッシュタグが日本トレンドだけでなく世界トレンドで一時1位になるなど大きな話題に。ファンからは本当に本当におめでとう。デビューした時の6人の夢が叶って本当に良かった。5年分のティアラ。 ファンの愛称の愛がいっぱい詰まった思い届いているといいな。5周年を前にドラマチックすぎる、といった声が寄せられている。モデルプリス編集部。ノットスポンソード記事。モデルプリス。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。